訴訟は勝つか負けるかのギャンブルだ。証言はしてもらいます。空気は読めない、うざい、嫌われ者で友達なんか一人もいなかったんだろうが。おかげいましたよ。お互いが譲り合ってみんなでハッピーになれる落としどころは敵味方だな。真実を明らかにしたいんです。あの女だよ、安藤ピュア。裏切り者。